顔ちょっと顔も髪もできるところまでやっちゃおうって思って、なるべく起きようと思って頑張って。おはようございます。ぼんぼりサプライズレバーさん。ありがとう。めっちゃ眠いです。2時間しか寝てない。何してたの？え、何してたんですか？逆にね。握手いけないのつらい。どこにいるの？私は横浜にいるよ。待ってるよ。パシフィコ横浜にいるよ。私は。マジカのバナナちゃんともゆうきさん、ハートありがとう。私はパシフィコ横浜で待ってるのに、どこにいるの？ちょっと髪と顔やんなきゃいけないんですけど、スイッチが入らない。でもやるぞって思って、スイッチ入れるために配信のスイッチ押したいのに、よし、まずアイロンのスイッチを入れたいと思います。そっからですね、やっぱなるべく荷物を減らしたいので、ここが最近ずっと痒くてさ、ここでもさ、自分では見れないからさ、わかんないじゃん。めっちゃ痒い。どうなってるんだろう。誰かに見てっていうわけにもいかないしさ、そんな急にさ、メンバーにさ、
ね、ここめっちゃ痒いんだけど見てってそんなわけにもいかないしさ。そうだから痒いなって思ってます痒いなって思ってます。今めっちゃ目の前にあるのに串探してた。難しい。今日は髪を巻き巻きします。昨日はあれは巻いてるっていうかなんかウェーブ巻きみたいな感じでこうストレートアイロンだけでなんか本当はストレートポニーで行こうと思ってたんですけど、そうなんかあの集合してから移動車で移動するじゃないですか。そっからなんか意外と時間あってパシフィコ着いてから、そうでまあ昨日はもうほんとストレートの予定だったからストレートしか持ってってなかったのでストレートでもできるちょっと髪の毛ちょっとだけ遊ばせる感じをしてみました。でも今日はほんとゆるっとふわっとぐらいの巻きです。なんかいつもの結構強めの巻きっていうよりゆるゆるふわふわの巻きです。そうなんかポニーテール昨日ポニーテールしてたんですけど、そしたらおしまし使える部でなんかポニーテールが可愛くて隣のレーンから来ちゃいましたって来てくれる方がいてそう嬉しかった、うん、そうです。そんなことあると思ってそんなことある。そうなかなかポニーテールしないし、なんか昨日はあのミヨンさんにいただいたお洋服だったんですけど結構首元があの自分でねそのコーディネートしたあの白いやつ中に着てた白いやつだったりとかこう襟もついてたりとかしてたのでなんかあんまりこう首元がごちゃごちゃ髪の毛があると嫌だなと思ったのでそう後ろですっきりまとめようと思ってポニーテールにしようと思ってポニーテールにしたんですよ。よかったって思ってポニーテールにしてよかったって思った。
バーストップさん、ハートありがとうございます。タワー来てる？だって、嘘、あ、本当だ、なんかずっと残ってるやつおる。ちょっと待って、こいつを巻いたら歌います。ごめんなさい、ちょっとキリいいとこじゃないと私分かんなくなっちゃう。本当すいません、ありがとうございます。そう、分かんないんだよね、なんか通常タワーはね、あ、タワーだって思うけど、そう、こういう特殊タワーはずっと残ってたら気づく。すごい、いつの間に、私ずっと見てたのに、髪、こうやって髪見てる瞬間か。よし、タワーちゃん、風と海とさん、ひなだっけ、ひな祭りタワーでいいのかな、おひな様タワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがたわ。風と海とさん、おひな様タワーありがたわ、ありがとうございます。今日がひな祭り？あ、そうなんだ。やば、知らなすぎる。今日はうさぎ耳の日なのでね、私はうさぎコーデをしています。今日はうさぎコーデをしているので、ぜひ、ダッシュさん、ぼんぼりありがとうございます。あ、そう、それでうさぎなんですよ、私今日。そっか、知らない方もそりゃいるよね、なんでこの日うさぎなんだろうって思われてる方もいますよね。あの、はい、今日は耳の日なのでうさぎです。左側マジで巻きにくい。お、15分経った、ありがとう。じさん、ハートありがとうございます。くよさ、終わった後にさ、お金をね、下ろさなきゃ、お金がもう本当にさ、交通費で消えていくのね、どんどんお金がね。
そう、毎日レッスンとか行ってるから、そうだから交通費のためにお金、交通費 IC チャージするためにお金下ろさなきゃと思って下ろしたんですよ。そうしたらさ、間違えた、なんかめっちゃその下ろすところにさ、積み立てNISAってめっちゃ書いてあってさ、ああこれおりんちゃんが言ってたやつだと思って、やっぱ投資っていいのかなって昨日思ったんですよ。でもね、私今月の運勢、投資などは失敗しますって書いてあってケッターズさんの本に、そうやめておきましょうって書いてあったのでやめますはい、そうだよね、ここまでみんながさ、もうさ積み立て積み立てとか言ってたらさ、きっとさ、もうもしかしたらもうね、もうこうなんていうんだろう、波に乗り終わってるかもしんない。そうだからもう乗れなかった人かもしんない私は。そうてかおりんちゃんに話だけでも聞こうかなって思ったんですよ、その積み立て兄さん。でもいいや、やめたって思いました。ゲッターズさんの本読んでやばすぎ、うん、分かんないことはやらないでおこうと思ってやめました。結局なのでやりません、もういいです。あの銀行の利子だけで全然ないよってめっちゃみんなに言われるけど、銀行の利子だけで生きていきます。いいです全然なくても全然ないよってみんなに言われるけど、髪の毛は横はほぼ終わり、この子たちはちょっともしかしたらここと前髪ちゃんね、細アイロン持ってって会場でやるかも、ちょっと時間次第。すごい、20分あれば私髪の毛自分で巻けるんだ。すごすぎ。寒い。何もしてない、寒いなって思って、めっちゃ鳥肌立ってる。
やばすぎ。寒いなって時間です。うさぎとかめっちゃ寒いんだけど、今日どうしよう、死ぬやんどうしよう。え、今日は東京マラソン、マジで？え、電車ってさ、え、なんかどっか止まってますとかあります？え、早く、え、待って、ちょっと待って、早く出た方がいいとかある？もしかして、もしかして、大丈夫かな。道路、車が危ない。なるほどね。メイクしていく。ちょっと待って。これ持っていくやつね、全部。マラソンコースは歩行者も入れない。そりゃそうだ。走ってる前に人通ってたら邪魔だし危ないもん。眠いね。昨日も結局何時に寝たかも覚えてないや。でも全然時間寝れてない。なんかここがめっちゃ乾いてるんですよ。そう、乾燥がひどくて。
の時間に爆睡します。配信終わったら二度寝するから、いや二度寝しなきゃいい。以上。すぐに家を出て。昨夜お風呂に入っている時にミッチャビバースのメッセージ来てた。ごめん、返信なくて寂しかったとか言ってみるとか言ってみる。君からの返信がなくて寂しかったよとか言ってみる。おはよう。今はクリーム塗って、このまま化粧すぐやっちゃうと崩れちゃうんで、ちょっと乾かして。はよう。髪からやるの珍しい。そうね、ちょっとヘアアイロンがね、ちょっとね長いので、そう持っていくのがね、ちょっとあんまりめんどくさい。なストレートだけだとこうちっちゃい方、ちっちゃいアイロンがあるから、そう割と持ち運びしやすいんだけど、このね巻き巻きするよってなったらね、ちょっとめんどくさくてね、うん、だから今日は髪からやった。でも雨降って、今日雨降ってないよね、降らないよね。雨降る時とか梅雨の時期とかはなるべくこうメイクからして、髪は後で湿気でねすぐやられちゃうから、うん、そうだからそういう時期は
もう本当になんかその時の自分とお天気とか、その自分と自分を取り巻く環境のに合わせてメイクからやるか髪からやるかとか考えますね。とか例えばまあメイク直す時間がめっちゃあるとかの日とかは、それこそメイク道具持っていきたいから髪からやるとか、よし、乾かしっていう名の休憩でした私の。すいません、でもこれ以上休憩したら寝そうなので、はい、メイクをしていきたいと思います。月さん、ハートありがとう。かゆい背中。今日もなんかやっぱ私ファンデーションより、ファンデーションなし、昨日なしでやってたんですけど、そうやっぱない方が乾燥がひどいとか肌荒れがひどい時とかはいいかもしれない。肌荒れわかんない、乾燥、肌の乾燥がすごいなっていう時はもしかしたらない方がファンデーション、全然なんかよれたりしなかった。花粉があると化粧に影響が出ますか？花粉を体験したことがないので正直わかんないです。でもそれこそ鼻かんだりとかするんでしょ？で目かゆくなったりとかすると思うので、鼻の部分がこうあんまり、私もこの間お鼻風邪がすごかった時、鼻かみすぎてもう治ったんですけど、鼻の周りがちょっとだけ、そう鼻セレブで噛んでても、鼻セレブっていうか贅沢保湿ティッシュで噛んでても、あのやっぱすごく鼻の周りの乾燥がひどかったので、もしかしたらあるかもしれない。目代わりおすすめ、え、私も聞きたい、何かありますか？でも今日、あ、昨日かファンの方がそのかわいいなんかラメを使ってて、初めて来てくださったファンの方だったんですけど、その女の子のファンの方がめっちゃラメ可愛くて、どこのラメですかって聞いたら、シピシピですって言ってて、なんかほんといろんな人に、かわいい、そのラメどこのって聞いたら、シピシピですって言うんですよ。そうだから、誰かメンバーにも前に言われて、だからシピシピのラメ買いたいと思います。今日の3部で絶対に買う、目代わり。そう、みんなも目とかキラキラしたいなって思ったら、シピシピのラメおすすめらしい。私も使ってないから、また使ったら言うね。
ちーさん、ヨッシーさん、ハートありがとう。寒いね。コンシーラー抜き。クマを。そう、本当はカラーコンシーラーもね、あるんですよ。そう、前に目代わりで買ったの、カラーコンシーラー。なんか隠したいものによって色を開けるとやっぱめっちゃいいんですけど、そうめっちゃいいんだけど、こうファンの皆さんと近い時はつけないようにしてます。なんかそれこそ本当に塗れば塗るだけ私の肌って多分なんか合わなくなっていくんですよ。そうどんどんよれやすくなっていっちゃう、よれるっていうか、なんかうん、肌が良くないよって言ってるんで、なるべく顔に物をのせるのは、ファンデとか下地系でねの色をのせるのはやめようと思って、ファンの皆さんと近い時、なんかさ、例えばさ、なんかちょっと今日顔よれてんなみたいなあるんですよ、メンバーにとっては。ファンの皆さんはえ、わかんないって言うかもしれないんだけど、メンバーにとってはあるの。ちなみに今誓ってる今使っているこちらのコンシーラーも目代わりで買いました。ルナ、そうちょうど韓国行ったタイミングで目代わりやってて、確かそれか行き終わってからかな、目代わりやってたので、そう韓国で値段調査、値段だいたいこれくらいかって把握して、でそう、もしかしたら韓国の方が安いって、現地で買った方が安いってこともあるじゃないですか。どっちが安いかなって考えた時に、もうほんと数十円だったんですよ。そうもう20円ぐらいの差だったんです。で20円ぐらいで韓国の方が安かったんですけど、16円ぐらい、ほんと全然あんま変わんないみたいな、ちょっと安かったんだけど、私そうクレジットカード使うの怖くて韓国でそうで、別にそのルナの買い物のためだけに、なんか換金するのもあれだし、それだけのためにって思うとちょっとなんかめんどくさくなっちゃって、いいやと思ってうん、目代わりで買おうって、そう思って、ルナのコンシーラーぜひ、なんかねこちらこのコンシーラーの色かわかんないけど、なんかひだあやちゃん昔エイトにいた子がもう卒業しちゃったメンバーが、公演に出る前にこう自分でヘアアイロンをしてたら、ここを前髪で火傷したんですよ。そう自分でねやって、自分でやっちゃったからあーってなってたんですけど、
もうそれが分かんないぐらい、その次の日の公演、次の日も B 公演で、次の日の公演でそれが分かんないぐらい綺麗に隠れてて、えみたいな、え、やけどしたよね昨日、昨日の今日でそんな治るって聞いたら、このコンシーラーって教えてくれて、え、マジすごいじゃん。お腹空いてきた。寒い。なんかわかんないんだよね、私誰が YouTuber さんとかインフルエンサーさん、この人がプロデュースしてますよねとかわかんないの。そう、ごめん、ユーピンクとリリミューとしか知らない。そう、ほんとごめん。ユーピンクとリリミューしか知らない。誰がプロデュースしてるメイク商品ですっていうの、うん、本当に分かんない。疎すぎ。眠。やばい、なるべくメイク道具を持っていくのを減らしたいので早くメイク頑張る。頑張るよ。応援して、メイク終わるように。お腹空いてきちゃった。そう、こうやっていつも眉毛消すの、最初に。いや本当にこれするだけでなんか眉毛に迫力をなくすことに成功してる。いつも迫力あったそうなの。一回消してから別の色で塗ることによってね、
力が増す。迫力が増さない。消える。初めてハルピオのとこ行きます。嬉しいお話しやね。配信画面で見るとまだなんかないように見えるけど、普通に見たらちゃんと眉毛ある。大丈夫。お腹空いた。朝ごはんは食べたい。メイクが終わったら食べたい。でも最悪向こうに着いてから食べれるから大丈夫。うん、まずはメイクをするのが先優先。でなんか握手会でさ、ファンの人同士で向こうで喋ってるみたいによく聞くんですけど、あのレーンに推しを残してファンの方同士で喋らないでもらっていいですか。レーンの推しがかわいそうです。はい、しかもましてやハルピョンが暇してる一部二部の時間帯にハルピョンを置いて霊園前で喋ってるなんて。うちがピョンズの握手会行かないとダメなの？え、私が行く方なの？そういうこと？今日は昨日よりピンクをちょっと濃いめにします。そう、ウサギだから。お腹空いてきた。そう、昨日は私服だったからね、ちょっとピンク抑えめで行ったんですけど、今日はウサギなんで。ちょっと待ってね。
今日はうさぎだからアイラインピンクで描く。今の今まで幕張メッセだと思ってた。やばい、昨日私横浜にいたのに今日幕張に行かなきゃいけないの。かわいいピンク。でもピンクだけだとなんかちょっとアイライン感ないかも。あんまりちょっとうさぎ感増し増し。下のラインだけでも良かったかもな。ピンク。そう、上は茶色で。まあ、いっか。せっかくだし。ウサギになるからやっとけ。オッケー。まつげまでできるかな。私はシピシピのラメじゃないけどラメ入れます。でも全然昨日つけてた本当にすごかった。シピシピのラメ絶対買う。目代わりで塗ってない。シェーディング。あれだよね。まださ、ライオンを狙えとかさ、音源化されてないからさ。音源化されてない、音源が世に出てないからさ。今の曲は全然違います。防波堤です。あの夏のだからあれで流せないんですよね。かわいそう。ほんとかわいそう。
薬でばちっと今から束缶を作っていきます。そう、春のゆきりんさんソング特集でしたね。ほぼジバルデイズ以外。あんだけしかない春曲、もっとあるでしょ。桜系が多分流れなかったよね、一個も。桜のしおりとか流れ出したらもう寝ちゃうからね、春曲。本当に。桜の花は絶対寝ちゃう。握手会中。まあ桜ソングまで入れたらめっちゃ多くない？今日桜ソングとかかな、わかんない、どうなんですかね、何も知らないので。桜だけでめっちゃできますよね。変わんないか、さすがに昨日の今日では。違うタバカもできた。あ、間違えた。待って、マスカラ間違えた、こっち。最悪。そう、タバカン作りやすいマスカラと、そうじゃない。ちょっと液緩めのマスカラがあって。先にこの作りやすい方でタバカン作ってから液緩めのマスカラで上から存在感出そうっていつもしてるんですけど、順番間違えた。先に存在感出しちゃった。まあなんとかなるっしょ、色一緒だし。
なんかこうやってさ、まつげを作ってる時にさとかさ、洗顔した後にさ、まつげ美容液塗ってる時とかにさ、こう産毛、まつげの産毛とかと出会うとさ、お、美容液の効果って思ってくる。そう、嬉しい、めっちゃ。よし、完成。前髪のアイロンは向こうでやろう。できました。せっかくウサギだからウサギちゃんつけるか迷っときますね。一応持ってはいくわ。これいらない、これもいい。ウサギちゃんだけ持っていく。こっち、ウサギちゃん。ということで、今日はハルピョンウサギちゃんになったなるので、ぜひ、多分全部おしまし使えるはず。せっかくのウサギの日、皆さん足を運びください。よろしくお願いいたします。ということで、ランキングいきます。もう完成したからね、ハルピョンは。ほぼいきます。1位風と海とさん、タワーもありがとうございました。なんかチークもうちょっと足していいか、まあいいや、向こうで足そう。2位 A ダッシュアットピョンドさん、ありがとうございます。3位サプライズレバーアットピョンドさん、ありがとうございます。4位直吉さん、ありがとうございます。5位ギャローさん、ありがとうございます。6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位クロさん、ありがとうございます。8位今日もハルピョンが出る分に全部行く鉄道ナイトさん、ありがとうございます。9位長月さん、ありがとうございます。10位マックミックさん、ありがとうございます。11位ネバーストップアット買い増し、どこを狙うか悩み中、あの推しなんだっけ、残りわずかまで、残りわずかの部分皆さんにお伝えしたと思うんですけど、まあまたウィバースで言っときます。12位間近なバナナとおやすみなさい、あ、起きてください、絶対に。13位タンさん、ありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。それでは今日は、今日もパシフィコ横浜でお会いできる皆さんはよろしくお願いいたします。会えないよって方はみんな、なんで今日の握手会行けないんだろう、悲しいな、会えないなって悲しんでてくださいお仕事の場合はもうしょうがないけど、遠いって場合もしょうがないけど、行けるのに買ってない方は悲しんでください。よろしくお願いします。ということで、それではありがとうございました。またパシフィコ横浜でお会いしましょう。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは
はるー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで5531盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと八本春奈でした。ありがとうございました。それではまたね、バイバーイ、ありがとう。